はい、やってきました、浅草橋駅ですね。 JR 秋葉原からも一駅です。今日は、ここに何があるのかというとですね、下村ガックさんのギターリペア館というのが工房があるらしい、そちらにやってきました。しかも今日は一人じゃなくて、なんと塩客と思いますか。こんにちは。最近登場率も多いですね。ギター工房聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 撮影してるんですけど、こっちです。大丈夫です。ちょっとご自由に座っていただいてお待ちください。もうワンモア女子ゲスト、はい、レイちゃんです。こんにちは。何年ぶり？3年ぶりは何年ぶりぐらい？何ぐらい経ってますよね。あのスタジオに何かで紹介してもらって、はい、2度目マッチなんて、はい、お願いします。まずこちらがヒストリーっていうブランドなんですけど、このヒストリーっていうブランドが、一応うちの代表的なギターのオリジナルのブランドになってまして、国産のギターで品質の高いものをちょっと本気で作ろう、でその業界のこう慣習みたいなものもちょっとぶち壊してですね、まあ元々は工場があって卸さんがあって楽器屋って流れだったんですけど、もう卸をなくして楽器屋が直接工場とやり取りをして楽器を作るっていう取り組みも始めて、で、まあ、成長させてきたブランドなんですね。これがリョーガンっていうブランドなんです。これが、まあ、うちとしては今頑張って一押ししていこう的ブランド、ちょっとグリップとかいろんなところを考えて日本人にぴったりのギターにしていこうっていうんで今一生懸命取り組んでるのがこのリョーガン。あれなんか確かあれですよ、レイさんのオリジナルの T シャツの色にインスパイアされて塗ったって。本当ですか？マジです。シリオにもそう書いてあるんです。で、ジミー・ウォレス、これ私がアメリカに、まあ、本人のところに行って買い付けしてきてる楽器、本場さんとのある意味私ご縁をいただいたのはジミー・ウォレスがきっかけでご縁をいただいたんですけど、これぜひちょっと遊んでみてほしい。日本人でやっぱちょっと作れないなんかアメリカンな香りがする、こうバーンと鳴らすとテキサスの風が吹く、そんなギターなんで楽しいんじゃないですか。テキサス行ったことあるか？あれ年に2回行ってもらってます。でこれジミーランプ、これ今世界にこの1台しかないんですけど、はい、鳴らしてください。これ結構気になってます。ぜひ鳴らしてよくこれあるあ、これそうなんですよ。手に入らない。ヒゲダンの大輔さんが、まあ、エレキをこう初端はそのポイントポイントでガットを弾くので、これがないですかって言われて探したんです。探したんですなくて、もう生産中止になってるとこも多くてなくて、で2台だけ見つけたんで、1台はこれキープしてるないですよね。そうなんですよ、もう見つからないですよ、リストのスタンド。あ、こうやってそうなんですよ。だからその いわゆるその業者さんたちがテックの会社の人とかが持ってキープしてるやつぐらいしかないな。楽器屋に行ってもなかなか買えないです。作って売ればいいじゃん。これ僕らですか？需要がすごい狭い。ハワイパワーは売ってんじゃないですか？あ、そうですね、向こう行ってありますね。ちょっと軽いでしょ。俺ね、58年か9年のフライング V LA で買うって言われた時に800万って言われて、おー絶対買わなかったの。めちゃくちゃ後悔してます。俺も絶対買えないですよ。今持ってたら多分今持ってたら1億円くらいしてた。
ーオレスが手作りしたギターにギブソンってロゴ入れるの許しちゃったんですよ。そう、公式に許可しちゃった。ロゴの違いあるんですか。来てたよりすごいいいんですよ。あ、これいいですよ、ね。あ、これはいいです。多分、はい。テレキャスターが欲しいっていう人で、この色が好きだっていう人で、まあ、あとメイプルネックが好きだっていう人がいたら、これ 100% おすすめできるテレキャスターでございます。サイドウェイなんで。こうどういう音してるんですか。ね、渋いですね。そういう方向なんですよ。こんなん見たことないんですけど。サイドウェアの、あの昔のヴィンテージの、言ったら割と下げる方が多いんだけど、これ上げる方向だからね。下がんないっていう方。まあ割俺割と好きかもねこれ。ピエゾピックアップといわゆるマイクと両方入ってる、コンデンサーと両方入ってるんですよ。それがミックスできる。本場だからいいギターあるんですけど、あんまり日本に入ってこないんですよね。そうなんですね。本当に、うん、これはすごいいいね。ありがとうございます。嬉しい。これのありそうでないやつなんです。これ本当にこの小柄でちょっと薄めに、薄めでね、ボディがかなり、うん、でちゃんと音もいい音だって。さあこのハウマッチだ、ちょっとやってみよう。どれぐらいでしょうか。どうですかね。これね、これはどうですかね。意外とあのね、スペイン製って実はそんな高くないですよね。よほどの人が作らない限り。なので意外とそうですね。思ってるより安いと思うんだよな。本当は28万円って言いたいとこだけど、意外と17万円みたいなのかな。あれ28万円路線だったんだね。僕もなんですよ。28万円路線。じゃあ買えようか。全然わかんないね。じゃあ25。25です。レイモンド33イギリスワイパー。はい。18万です。ああ。すごい。タケヤさんにはぜひこれも流してほしいです。これ私が担当してるね。ドンクロッシュ。はい、うん、すごいいいギター、うん、このネックの形状が好きなんだったら、うん、スタジオワークに超合いそうですね。超万能な感じです。これはすごいね。あのこの持った感じのカッ
ボディの軽いなって思うやつは結構あの当たりのギターの場合が多いし、これも狙ってよく上手に作ってます。おっしゃって狙ってるんです。あのジミーとグロッシは結構対局の作り方するんですけど、うん、実はなんかゴールが近いというか、うんうん、最終的にはなんか音色をこうしたいみたいなイメージをどっちの職人さんは持ってるんですけど、うん、ジミーは感覚なんですよ。だから例えば持ってみてなんか材料の角材を、あこの材だったらきっとこういうの作ったらいい音するなみたいな感覚で作り始めちゃうんですよね。グロッシュは逆なんですよ。こういう音を作ろうって先にイメージがあって、そのためにはネックは何グラムじゃなきゃいけない、ボディは何グラムじゃなきゃいけないっていうのを全部決めて、で材料をカットして重さが合わないと捨てちゃうんですよ。だから1本ギター作るのに5本分ぐらい材料を捨ててギター作ってます。で角材の状態でまず重さを測って、で質量なんでね、そうなんです。でギターの形にあるけど加工して塗装前の状態でもう1回測って、そこで外れたやつもまた捨ててってやってます。グロッシュさんは完全にオタクです、うん、もうオタクの極みみたいなあの職人さんで、ジミーはもうプレイヤーです。完全にプレイヤー視点で楽器に取り組んでるっていう。あとあの動画のネタ的にはですね、はい、実はそのフォークギターはナットとサドルとブリッジピンが増減になってます。おー、音色も結構変わる。このジミーオーレスのピックアップって他と何が違うんですか？それちょっとその巻き方とか、すごい質問、いい質問ですね。ギターってその鳴らした時に、まあ、いろんなところがいろんなこう揺れ方するじゃないですか、はい、でやっぱその音色ってそのどこのこう倍音がどう出てるかで、はい、音色って変わるわけじゃないですか、はい、ピックアップを作る時に意図的にそのどういう倍音を拾うかって実は狙ってある程度作るってことができるんですよ。だそれをある程度こう狙った通りに、まあ、もちろん技術あってこそですけど、やってるのが、まあ、そのディマジオ、ディマジオさんとか、はい、ダンカンさんとか、はい、まあ、ピックアップグラムとかそういうことやってるんですよ、はい、であのジミーの恐ろしいところはその楽器の音をちゃんと拾って出してくれるピックアップなんですね。だから楽器が悪ければ悪いなりの音になるっていう意味ではあるんですけど、なるほど。ダンカンさん、ジミーっていう人がもともとプレイヤー でコレクターの人なんです。いわゆるそのヴィンテージのギターを全部所有してるんですよ。だから理屈じゃなくてその音で覚えてるっていう、はい、うん、私たち技術者って、まあ、私もそうですけど理屈から入りたくなっちゃうんですよ、あ楽器を作るときに。でもその理屈じゃなくて感覚で、そうです、感覚で音を作ってるんで、そこがまあジミーのすごいところかなという気がします。かわいい。ハルイチさんと全く同じやつです。どうだ、持った感じ成功してるギターだな。成功してる。なんか膝足がついてますそれポケモンカードがおかしいですレアカード、じゃあで次回は、のどうしようか、京太くんが、はい、フライング買いに行く、大歓迎ですフライング業界に行く、もしくは神田明神の階段落ちをする、どっちかです。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。サブスクライブ。不思議な午前の雲が音もなく強くの海へ連れて行く。水着足風に乾いて下を向いて膝まずい。